ノイズキャンセリングのレベルをこう切り替えることができるんです、ね、あ、このタップでタッチしてもらっていいですか。はい、どうですか。あ、多分聞こえないですねそういう時はもう一回2回タップしていただくと、あ、聞こえます。え、すごい。音を届ける人 VS 音を聞く人 VS シリーズ。島袋聖奈、ファッションモデルです。川口正和、ボーズジャパングローバルコンシューマーセールストレーナーです。お客様に音をより楽しんでいただくアドバイスをしております。日常生活のどんな場面で音楽聴いてますか。移動中でしたりとか、うん、支度をしている時、撮影の待ち時間の時に聴いてテンションを上げて撮影に挑むっていうことはあります。川口さんはいかがですか。僕はもう常にやっぱり家の中とかは音楽がかかってるんですけど、はい、音楽はやっぱ家族みんなのものなので、なかなか自分の好きなものだけ聞くことができなくて。あ、なるほどですね。そうですよね、はい、どんな音楽聞かれますか。邦楽が多いんですけど、トップチャート100とか、そういうなんか今話題な音楽とかを聞くことが多いですね、はい、僕は逆に一人の時は気兼ねなく好きな音楽が聴けるので、はい、家族に気にすることなく、はいはい、その分まあ結構うるさい音楽とか結構激しい音楽とかも、例えばこうヘビーメタルとかハードロックとかそういうのでもふわっと。ヘビーメタ音楽聴く時のイヤホンって結構こだわってます。音質だったりつけ心地、うん、フィット感を求めるかもしれないで、まさに坊主がぴったりのお客様です坊主のクワイエットコンフォートイヤーバズを用意しましたので、はい、ぜひ一度使ってみてください、はい、左耳の部分を一回こうポンポンとタッチしてもらっていいですか。はい、そうすると周りの音の聞こえ方がどうですか。あ、多分聞こえないですねそういう時はもう一回2回タップしていただくと、あ、聞こえます。え、すごい。さっき私話しかけてたの気づかれました。いや、全く聞こえなくて、あの、全くノイズが入ってこなかったです今はでもこの状態だとこう、はい、周りの、あ、周りの、はい、うん、音も聞こえます。川口さんの声もしっかりと良かったです聞こえてますこういうふうにあのノイズキャンセリングのレベルをこう切り替えることができる、はい、あ、このタップで。そうなんですよ。すごいですね。トランスペアレンシーといって周囲の音を耳元で再生する機能がついてるんですよ。え、何ですかそれノイズキャンセリングのレベルを落としただけではなくて、はい、しっかりとその聞きたい音というのを耳元で再生することで、はい、あ、なんか今車が来てるなとか、うん、あ、電車で今アナウンスが流れてるなということに気づかせてくれるんですね。一度この左の部分をこう触っていただいてよろしいですか。触り続けると曲が次の曲に飛ぶんですね。あ、変わりました。変わりました、はい、はい、このような形で左の部分で曲を次の曲に飛ばしたりすることもできるようになっています、はい、で右を2回パンパンと叩くと再生とか一時停止になるので す、 あ、すごい、はい、電話もこれでポンポンと、これで電話もできて、はい、電話ももしもしっていうのが、でこれでまた音楽も変えれて、はい、こっちでレベルも変えれて、はい、すごいですね。スマホポケットに入れたままで大丈夫結構便利な携帯を触らず、はい、すごいです。ボーズクワイエットコンフォートイヤーバッツの便利な機能などがあったら教えてください。あの充電がこのケース自体にもバッテリーが入っているので、はい、イヤホンを充電することもできるんですけど、はい、もしこのケースのバッテリーがなくなってしまった時は、うんうん、はい、このケーブルをつなげて充電することもできるんですが、はい、またこういったチーパッドを使ってですね、はい、線をつながないで置くだけで充電することができるというような機能もついております。これありがたいですね。便利ですよね。便利ですね。そうなんですよ、そうなんですよ。結構充電もめんどくさいですもんね。めんどくさい、忘れがちなんで、うん、はい、このケースでもあの2回分フル充電できるバッテリーが入ってますので、うんうんうん、その点でもまあ長く使うときなんかでも安心してお使いいただけると思います。ボーズ製品の音質の良さの秘密は何ですか。音はですね、やっぱこう人間が聞いて感じるものなので、はい、こう料理にすごい近しいと思うんですね、はい、食べてどう感じるかじゃないですか、はい、で音も感覚の問題なので、はい、やっぱり聞いて、うん、心でどう感じるかというところで、はい、一つちょっと BOSE の面白いお話をさせていただくと、はい、BOSE ってオーディオの会社なんですけど、はい、人の心も研究してるんですよ。え、すごい例えるならお料理の味も研究するんですけど、はい、人の味覚も研究するような感じですね。あ、なぜかというのが、お料理の味を人間がどう感じるかを把握しておけば、うん、こういう味付けがいいなってできるじゃないですか、はいはいはい、でそれを BOSE は音でやってまして、こういう音を聞くと人間が気持ちよく感じるとか、うん、こういう音だと聞いていて疲れない、人間が聞いて心地よい音っていうのも研究しているというのが BOSE の音の秘密の一つなんですね。なんか先ほどの話を聞いて、うん、
ちょっとだけ似てるなと思ったのが、うん、その私お料理をするんですけど、うん、お料理をしていてなんか食べてくれる方のことを考えて、うん、食事のバランスだったりとか、うん、好みの味付けとか、はい、なんとなくちょっと似てるなって。料理もやっぱり誰が食べるか、これ作り方ってあるけど、はい、でもやっぱりちょっとこの人だったらこうだなとか、はい、そうですね、うん、ありますもんね。そこに愛がこもってますよね。そうですね、うん、で我々坊主も実はですね、はい、音にちゃんと愛を込めてまして、はい、いや感じます。ありがとうございます。ビシバシ感じてます。川口さんにとってイヤホンとは何ですか？僕はですね、こう素敵な食器だと思ってまして、はい、音楽がこうアーティストが作った素敵な料理だとすると、はい、どんな食器で楽しむかってすごい重要じゃないですか。やっぱりせっかく美味しい料理食べるなら、はい、素敵な歌で食べたいなっていうのがあるので、そうですよね、なのでイヤホンってそんな、ね、はい、僕にとってはそういう存在ですね、うん、やっぱりこう音楽が好きだったらちょっとこうイヤホンを変えてみることで、はい、そういった音楽を楽しむ時間の質を上げたりとか、はい、やっぱり自分の好きだった音楽、好きな音楽の、はい、こんな音がっていう新しい発見なんかもあるので、うん、もっとこう多くの方にこう楽しんでいただきたいなと思ってますね。いろいろ体験していただいて、はい、こう少しでもこうオーディオに対する興味って強まったりしました、はい、驚きました。もう本当にあのみんなに知ってもらいたいです。技術とか、はい、機能とか、はい、もう使いやすさとか、うん、なかなかこれ体験しないとやっぱり、ね、そうなんですよね。今日はすごいいい体験をさせていただきました。ありがとうございます。なんか事前に聞いたんですけど、はい、どうやら機械が結構苦手だっていう。苦手でございます。そうなんですよ。本当にアナログで。でももうすぐ使いこなせる、ね、そうですね。こんな私が使いこなせるっていうのがすごい奇跡で、素晴らしいと思いました。いや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。